チュートリアル4、資源採集。さっきから建物ばっかり建ててるけど、倉庫が空っぽじゃない？しまった、私としたことが。てめえ、いつまでギフト券拾ってんだよ。ごめんなさい、ついつい。ねえ、なんだっけ。ママ、大丈夫だよ。倉庫が空っぽの時は、町の外にある資源地を見つけるんだ。城の外は資源の宝庫じゃからな。早速、レッツラゴーじゃ。もうお帰りなの？ママ、寂しいね。いや、そんなわけないじゃん。今日はオールでアフターで、シース&メンラーデッド。そうじゃねえだろ！資源を採集するには、労働者を派遣すればいいだけなんだよ。つまり夜の世界でいうヘルプってことね。でも発掘した資源は勝手に運ばれてくるの？そうなんじゃが、より多くの資源を採集するときは隣接地に軍営を構えて輸送ルートの確保が必要じゃ。え？じゃあ僕の別荘の裏にある巨大な湖や山脈から好きなだけ資源を取ってくればいいんだね。へえ、すっげえ。ママ、